あなたは、札幌の芝で、穴馬さえ簡単に拾える、見抜き方の禁断メソッドをご存知ですか？どうも、競馬ブロガーのカズちゃんと申します。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も人の意見を発信して、その人の物事の考え方を変えたり、新たに加えたり、そんなことを通じて人の現状をよくできる。そんな人はかっこいいなと思い、そんな抱く馬券率の発信活動をおかげさまで2年と5ヶ月やらせてもらってます。競馬ブロガーのカズちゃんです。それ今回はですね、先週から始まった札幌競馬芝で、人気が落ちたとこでも、新聞記者が印を何もつけない真っ白にした状態でも、あなたは穴馬を、馬券に絡む穴馬をしっかり見抜くことができる。そんな禁断のメソッドをご紹介します。今回の内容を実践しないとですね、あなたはレースが終わった後に、なんでこの馬やれれんかったかなと、なんでこの馬買わんかったんだと、ちょっとお金ケチ、なんでこの馬だけ切ったんだと、そんな風に後悔するだけになります。でも今回の内容を実践していればですね、あなたは新聞記者がその馬の全然注目せずに、印が真っ白な状態でもあなたは馬券に絡むタイミングでその馬をしっかり推奨することができます。ではそのために知っておくべきなのは何かというと、札幌競馬芝で穴馬さえ、もしくは不当な人気薄さえ狙うことができる、見ることができる禁断メソッドです。不当な人気薄とは、本来人気になるべきなのに人気になっていない馬です。おかしな人気薄ということですね。はい。どういうステップを踏まえるかというと、次のようなステップです。過去にその馬が札幌競馬もしくは函館競馬で3着以内になったことがある。過去にその馬が札幌もしくは函館の芝コースで3着以内になったことがある。そしてステップの二つ目が何かというと、その馬が東京、いや京都で負けていて、東京や京都で負けていて、かつ中山や阪神では好走していると。東京や京都では負けていて、でも中山か阪神では好走している。という場合ですね。で、今回札幌の一走の場合、これは穴馬として狙いです。はい。過去に函館が札幌芝で好走していて、かつ、東京や京都の芝で負けていて、中山や阪神では好走しているという馬は狙いです。なぜかというと、札幌競馬というのは重い芝、いわゆる力のいる芝ということで、阪神や中山寄りだからです。京都と東京とは全く逆です。はい。なので、札幌函館で好走していて、その後、中山や阪神で好走している。つまり力のいる芝で好走している。だけども東京や京都で負けて人気が落ちているという場合は、これもうもろ狙いです。はい。例えば先週日曜日28日だと、列島札幌の、10レースですかね。10レースか、どっかで、芝1500メートル。1番のレッドレグナントという馬が、好走しました。これはもろそのパターンです。はい。なので今すぐ、これを覚えておいてください。過去に函館や札幌で好走していながら、中山や阪神では好走していたが、京都や東京で負けていて、人気が落ちている馬。これは狙ってください。それでは今回は以上でされてました。最後まで聞いてくださったら、ただきにお知らせです。愛されて2年と5ヶ月、1400人が目から鱗と言ってくださった最新の帯風馬券率の全貌、帯風ゲット禁断術。下記動画説明欄のブログ流します。なぜここで話してないかというと、とても長くなるため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので、動画を見てくださっている今はですね、一番あなたが情報を受け取ろうとしてあって、馬券率が一番ために早いやつです。なので今すぐ書き動画説明欄のブログの方をクリックしてください。それでは今回は以上です。ありがとうございました。アカルちゃんでした。